こんにちは。東京メトロの路線解説シリーズ、本日最終回でございます。皆様何度もご覧いただきありがとうございました。9路線ありまして、最新が千代田線ですかね。これで7路線終わりました。まあ残り2路線ということなんですけれども、残りましたのは有楽町線副都心線です。有楽町線副都心線最後の2路線に関しては、今回まとめて1本の動画でお届けしたいなと思います。よろしくお願いします。和光市から池袋永田町有楽町を通って新木場まで結んでる有楽町線と、和光市から小竹向原池袋新宿三丁目通って渋谷まで結んでる路線、この2路線でございます。和光市から小竹向原に関してはもう完全に同じ線路。小竹向原から池袋は2層構造みたいになってたかな。で池袋からぐにゃっと分岐して走っている路線でございます。車両も一緒だし、直通もまあ東部西部とかはどっちも一緒ですから、同じ運行形態でいいのかなという感じ。この辺りのそのややこしい線路の状態をまあ説明しようっていうことですけれども、和光市からまず有楽町線と福田新線、同じ線路、線路上り下り1本ずつの複線でまず小竹向原まで来ます。ここはだから複線なので、同じホームで新木場駅とか元町中華街駅が同じ番線から出ていくという状態になってます。小竹向原で西武有楽町線という練馬から小竹向原まで来るこの西武との連絡線、これで線路が2本来ます。上り下り1本ずつね。でそしたら和光市から来たやつと練馬から来たやつで4本になるわけですよ。でここでまあいろいろ乗り換えとか、まあポイント分岐ガチャガチャやって、小竹向原から池袋、この間はもう線路複々線、有楽町線と副都心線それぞれで上り下り1本ずつあります。上り下りというか、まあメトロと A 線 B 線なんですけど、それをまあ2本ずつあると。で池袋からまあそれぞれ2本ずつで分かれていくというような形になってます。ちょっとねここの辺りがねややこしくてね、例えば千川とか金目町とか行くと有楽町線と副都心線別のホームなので、新木場駅出るホームから元町中華街駅が出るってことはないです、この2駅に関してはね。はい、そういう感じになっております。この小竹向原っていうのがかなり重要な駅っていうことです。詳しくは好きな駅ランキングの時に話しましたけど、分岐がねややこしくて平面交差があったので、まあ、それを解消する工事もして小竹向原は強い駅になりましたという感じでございます。はい、直通が大変なことになってます。和光市から先が東武鉄道東上線が一番行くとこだと、まあ小川町ですかね。小川町まで行く列車があります。まあ基本は森林公園ですかね。小川町はちょっと数えるほどしか行かないので、そんな感じで小竹向原から西武有楽町線を通って練馬からさらに西武池袋線の飯能まで、 S トレインっていう電車ありますけど、あれに限ってはまあ西武秩父まで行きますが、まああれは例外的な存在なので基本的には飯能まで直通で、有楽町線の新木場から先の直通はないですが、副都心線が渋谷から東急東横線中目黒自由が丘横浜経由して、さらに港未来線の元町中華街まで走っております。もうね副都心線できても直通が大変なことになりましたから、首都圏の中でも1位2位を争うレベルで運転形態が複雑な路線、このまとまりかなと思います。はい、東京メトロの車両は1万系が一番多いですかね。1万系が走ってます。あれ副都心線が開業した2008年の、まあ、少し前に導入された車両、比較的新しい車両、 A 段からメトロになったのが2004年かで、それ以降一番最初に作られたメトロとしての新車としては初めての1万系がまず走っております。それから昔から走ってるおなじみの7000系でございます。7000系はねもう間もなくですよ、引退です。10両は今1本だけ残ってるのかな。でほとんどは8両編成ですので、あんま有楽町線は走ってないですね。副都心線の8両編成の運用で7000系はよく見ます。それから最新型車両、この7000系を置き換えるために生まれてきました17000系、目がなんかちょっと丸くて可愛い感じの車両なんですけれども、あれが今10両編成を中心に何本か走っております。この前ね僕東急東横線の代官山でね試運転、17000系の試運転見ましてね、8両編成のやつなんですけれども、あれが来て、あ試運転やってんだ、多分東急の乗務員さんの訓練というか練習運転だと思うんですけれども、そんな感じで17000系も順次投入されております。7000系はね千代田線の6000系の時に話した通りプチン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 ってドアが結構勢い強めな感じの車両なんですけれども、その車両ももう長らく有楽町線の開業当時から走ってきた車両ですが、間もなく引退ということでございます。私もね東急東横線の各駅停車によく乗るんですけれども、東横の確定は8両ですから、あれでメトロ車っていうとよく7000が来てたのでね、お世話になってたんですけれども、長い間お疲れ様でしたという感じで、東武鉄道から直通してくる車両は9000っていう
うあの古い車両と、あとまあ5070ですか、オレンジ色の車両ね、あります。小竹向原から先の西武線からは6000系と4万系来ます。4万系 S トレインっていうあの TH ライナーとかと同じようなね、ロングシートとクロスシートで座席が転換できる車両の重量もありますし、その転換できないロングシート専門の普通の重量編成の4万もあります。まあそれが入ってくるという感じ。僕ね、西武の6000が好きなんですよ。有楽町線とか副都心線だと列番の末尾、列車番号の末尾のアルファベットが M が西武車の運用なんですけれども、あれ狙うことよくありますよ。この有楽町副都心に乗るときはちょっと M の運用を待って、あ、西武6000来てほしいななんて願ってますけど、最近そのね4万のロングシート、全部ロングシートの座席の転換ができないやつがちょっと増備されてるみたいで、これから先6000はね引退とかなったらやだなと思うんですけど、まあ6000も結構古い部類にねもうなりつつありますから、そんなに先長くないのかな、どうなんだろうって感じですけれども、まあそんな車両が入ってきます。で、渋谷から先の東急東横線からは、重量編成の5050系4000番台とか、港未来線の青い Y500 とか来ます。副都心線に乗るとね、本当にね東急車ばっかりなんですよね。あの東急東横線と副都心線つながりはすごい大きいので、副都心線から東横線に直通する電車、もうこっち方面の電車って渋谷行きほとんど、てか終電以外ゼロかな、なので全部元町中華街直通なんですよ。だからすごい関係性が深い直通なので、副都心線内はね本当に東急車のオンパレードなんですね。特に8両編成はそんな感じ。その中でも面白い車両で言うと、東急の5050系4000番台光栄、渋谷光栄のラッピングをしたあの黄色いやつね、あれがたまにまあ来ますということ。あれ重量編成なので F ライナーとかの運用につくことがあるのかな、はい、直通してる路線、まあ他の路線でもそうですけど、直通あるあるとしてね、この種別の変更っていうのがあるんですね。例えば東急東横線内は急行できましたけれども、副都心線の渋谷から先は各駅停車になって和光市まで行くとか、そういう電車ありますよね。まあ種別の変更がややこしいと、そういう方のためにというか、まあ分かりやすい運転、分かりやすい列車名をつけようってなって、まあ F ライナーという列車があります。この電車は港未来線内と東急東横線内は特急で運転、副都心線内は急行で運転、和光市から先東部に入る場合は、東武線内は急行で、小竹向原から先西武線内に入る場合は西武線内快速急行と、最上位の種別で全区間通すやつに関しては F ライナーっていう名前がついております。 F ってね、副都心の F とか、5社直通ですから、5社のあの5の F とか、まあそういうその頭文字の F を取って F ライナーという名前なんですけれども、そんな電車も走っております。あとはまあ面白い電車でいうと、小川町行きが土休日だけですか、平日はないんですけれども、その東武東上線の森林公園からさらに先の小川町まで直通するやつが日に1本2本かな、数えるほどですけれども走っております。そんな電車もね僕見てみたいんですけれども、小川町の方行くと結構あの緑が多いんですよ。ああいうところにねメトロの車両とかが走ってると、随分遠くまで来たななんて感じて、あの面白いと思うので、ぜひ乗りたいと思うので、あのいつかそんな動画も出るかもということで期待していただけたらなと思います。はい、そんな感じでございます。東京メトロで、地下鉄線内で通過運転してるのって東西線と副都心線だけなんですけれども、東西線は地上区間ですから、あれはちょっともう例外というかね、また違うその通過待ちとかも、まあ、あっちはやりやすいのでいいんですけれども、副都心線はねこの渋谷から、まあ、和光市だけちょっと地上出ますけど、ほとんどの区間全部地下なんですけれども、地下鉄線内でも通過待ちができるということで、この東新宿って駅があるんですね。ここであの通過待ちをたまにやってます。たまにというか、まあ一日中やってます。各駅停車で行くと、例えばこの渋谷から乗ってってね、新宿三丁目の手前で本電車東新宿で急行の通過待ちいたしますので、池袋小竹向原方面お急ぎの方は後の急行にお乗り換えくださいみたいな放送をしております。東新宿で通過待ちがあるからね、だからまあそういうところ気をつけてくださいという感じ。通勤急行というのもあります。急行と通勤急行があるの。停車駅の違いは、小竹向原から先、急行だと小竹向原と和光市の間ここ4つ通過なんですが、通勤急行だとまあここの4つは止まりますという、まあ、そういう違いがあると。あと S トレインですね。 S トレインさっきもちょろっと話しましたけれども、それが走ってます。平日とね土休日で運転経路が違うんですね。西武線から直通してきて、小竹向原から有楽町線に入って豊洲まで、これが平日の運転形態で、土休日になると西武線内から小竹向原、有楽町線に入らず副都心線に入って元町中華街と西武秩父の間を走っております。それが S トレインという電車、そんな列車もあります。有楽町線の面白いところといえば連絡線なんですね。他の路線と線路がつながってるっていう秘密のルートみたいなのがあるんですけど、市街のところでまず南北線とつながってます。南北線と桜田門と千代田線の霞ヶ関のところでも連絡線があって、この千代田、有楽町、南北って全部つながってるんですよ。これなんでかっていうと、千代田線の綾瀬のところにメトロの大きい工場ありますよね。あの
前はよくイベントとかもやってたんですけど、その綾瀬のところでいろいろ車両の検査をするためなんですね。南北線とか埼玉高速鉄道の車両っていうのはこの南北からまずこの市ヶ谷の連絡線で有楽町で、それで桜田門と霞ヶ関の間を通って千代田線の綾瀬のところの工場に運ぶというルートがあります。たまにねツイッターとか見てるとね、この千代田線内とか有楽町線内で南北線の車両だ、埼玉高速の車両だっていう写真もねよく上がるんですけど、僕まだ生で見たことないのでちょっといつか見たいなと思うんですけどね、まあ運が良ければ見れると思うんで、まあそういうのを見たらなんでだろうと思ったら、まあそういうあの工場に運んでるんだなということで、皆さんは覚えておいてもらえたらなと思います。はい、そんな感じでした。はい、有楽町線と副都心線の路線解説いかがでしたでしょうか。まあ運転形態が複雑というところで乗り間違えそうになることもあると思うんですけれども、あとまあ地下鉄線内で通過運転があったりね、まあそういうのもややこしいと思うんですけれども、ポイントと、まあ、線路の形をね、東部から来て西部から来てで分かれてっていう形を覚えればそんなにあの難しくないんで、あとは行き先とかね覚えておけば大丈夫だと思います。それから7000系もう引退しますから、あの乗れるうちに乗ってください。あと17000系、あの可愛い車両たくさん入ってきますから、そちらも乗ってねという感じ。以上で東京メトロ全9路線の紹介が終わりました。皆様最後までお付き合いいただきありがとうございました。あのもうこの街になくてはならない、この街の地下でこの街を動かしている鉄道9路線ですので、ぜひこれから先もたくさん乗ってください。僕もたくさんお世話になります。よろしくお願いします。ということで路線解説、あの東京メトロは終わったんですが、あの新シリーズも始まりますので、あのそちらもお楽しみにということで、よろしくお願いします。